はい、どうも、ゆうだです。今回はもう失敗したなぁと思うやついきますよ。本当に始めてから変な情報入れちゃったもんで、失敗したなぁ、これはちょっとやらんきれよかったってやつ、やらなかったらもっとよかったのにってやついきますね。はい、ちょっと後悔してますから。で、これハーフナイトメアゲットしたんですけど、これスキル見てみると、バフの打撃が 25% ダウンとか射出が 25% ダウンとか書いてあるじゃないですか。ハーフナイトメア強いんですけど、で、これ限界突破するともっと強くなっていくんですよ。ということは、これ長槍だけすごく強くなる、特化の長槍が特化のハーフナイトメアなんですよ。例えば仮にこれで説明すると、僕はこれを使うんならば長槍を、長槍の装備だけをマックスにメインで優先的にやらなければダメだったのに、まあそういうハーフナイトメアをね、取れて内容がわからなかったんで、バフの。もう適当にいろんなものを、いろんな種類を、ハンマーだったり、長槍だったり、剣だったり、まあ僕前衛やってるんで、この辺ハンマーとか攻撃のやつをメインでいろいろ上げてたんですが、失敗しましたよ、これ。4突とかしますもんね、いろいろ。弓矢とかもこれ。で、これ実際にさっきのハーフナイトメア使おうとすると 25% ダウンするんですよ。もったいないですよね、これ。で、しかもコロシアム補助のとことか、これ1とかはいいんですけど、これもったいないですね。違う、例えば長槍のやつで、長槍のアイテム装備で1とかのやつを上げた方がいいですね。これだいぶ使うんで、ゴールドとかも。わあ、もったいないなと思って、これは絶対やらん方がいいですね。先に、ある程度どういうの、何が、僕だったら長槍かなと思ったら長槍だけ優先的にやってって、あと4突とかレベル上げたりとか、この武器の限界突破したりとかは絶対その目標に向かってやった方がいいですよ。何でもかんでもやると僕みたいにごちゃごちゃになりますよ、これ本当に。全然これまあやって意味ないことはないですけど、裏の装備とかもつけれるんで、やって意味ないことはないけど、優先的にやっぱ上げていかないとなんかいろいろと損しますね、本当に。マグとか僕はほとんど使わないけども、これまあこういうのマグっていうか、これもう楽器こんなんも上げちゃってるんで、マックスにレベルがね。で、まあこれ裏の装備として、まあステータス総合値上がるのはいいんですけど、いや、そんなんだったら知ってたら最初からやらんけりゃよかったな思って。チラッとね、なんか何か見たんすよ、これも。何かはっきり覚えてないんですけど、もったいないですよ、マジで。なので、今、これが総合値がこんな感じなんですけど、だけど、この今 167,879 だけど、それをちゃんとやってればもっと上がってたし、優先的に武器も揃えてたらコロシアムとかで使えてましたよ。もっと相手に食らわせれるんですよ、ダメージが。で、自分の総合値ももっとはるかに上がります、トータル的に。全部それをやれば。なので僕は最初からそれをしてたら長槍優先的にやりたかった、本当に。なんだよ、マジで後悔してます。はい、後悔する前にそれ先に情報、本当にこれだっていう決めたやつを優先的に上げてったらいいと思いますよ。武器の話っすね、今回は。あー、後悔する前に本当に調べとけばよかった、もっと、と思いました。はい。という感じで、こんな感じっすね。今回こんな感じで終わりたいと思います。どんどんやってきますよ。コロシアムとかもやってきます。配信してきます。チームオトツ、チームメン、ギルメン募集しております。ぜひよかったらどうぞ。ご視聴、ありがとうございました。